さっきの調味料ほとんど吸われてますね、これね。弱火で5分、蒸し焼きました。どうも、症状を起こしそうな料理研究家第一リュウジです。はい、以上は飲みすぎですということでですね、今回は秋まっしぐらということでですね、キノコを使ったね、至高レシピをやっていきたいと思います。まあキノコって言ってもほとんどが今ハウス栽培なので、秋がね、キノコが旬っていうのはまあそんなないんですけども、まあ雰囲気を味わいたいので、今回はですね、至高のキノコのホイル焼き。キノコはね、ホイル焼きがもういっちゃうまい。ホイル焼きって皆さんどうやって作ってますか？まあいろいろ作り方あるんですけども、まあこれ一番簡単でめちゃめちゃ美味しいと思うですね。キノコをたっぷり使ったホイル焼き、これをの作り方を皆さんに伝授していきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、じゃあ材料説明いきます。まずもうキノコ、これね、お好きなキノコでいいです。今回ね、しめじ半パック、舞茸、半パック、エリンギ半パック、全部でだいたい 180g ぐらいかな、 200g から 150g ぐらいあればいいと思います。はい、好きなキノコを使っていいです。エリンギの代わりにエノキでもいいですし、いろんなものがあり、いろんなキノコがあるんで、もうキノコはそれぞれ、ただね、3種類ぐらいミックスした方が味と香りに深みが出ますんで、ミックスしてください。バターがね、15g、 もうそんだけです。あとは、概要欄に、材料書いてありますんで、あと、ね、レモンだけ用意してください。レモンだけ。はい、皆さん、もう秋ですね。もう9月ですからね。読書の秋、食欲の秋、芸術の秋か、3つの秋がありますね、皆さんね。でもう一つ何かあるじゃないですか。何だと思います、皆さん。飲酒の秋です。秋っていろんな楽しみ方があるんですけども、飲酒の秋ということで飲酒をしていきたいと思います。ということで、やっぱね、秋はね、やっぱ日本酒だと思うんですね。神勇の純米生原酒薄濁り、あー、いいですね。薄濁ってますね。風邪くん、じゃあやっていきましょう。いってきます。ワインっぽいね。ワインっぽい、ワインっぽい。おいしいおいしいおいしい。そういうことで、飲みながらやっていきます。こんな感じで引いといてください。これぐらいの長さね。しめじの場合はこのね、石突きの部分ね、軽くね切って、で、しめじの場合はね、手頃なボウルに入れてください。しめじはね、もうほぐすだけで、まあ、あまりにもでかいのがあったらちょっと2つに裂くとかね。まいたけ煎じです。ほぐすすす、ほぐすすすです。最近飲んでない方がね、調子出ないんですね。細かくこう裂いてください。エリンギがね、一回切っちゃう、真ん中で。あまりにもね、他のと長さが違うん で切ったら裂いていく。こんな感じで、こんな感じで裂いていきましょう。いいと思いますよ、これ。この組み合わせだと、舞茸はね、香りを出してくれて、しめじは味を出してくれて、エリンギはね、食感をもたらしてくれます。僕はこの配分がすごい好きかな。こんな感じでね、裂いていきます。ここにね、調味料をね、あえていくんですね。まずね、ここに調味料を染み込ませていくんですよ。まずね、白だし。これ、おだしがね、ちょっと効いてた方が美味しいので、おだしが、小さじ2。白だしがね。みりん。みりんがね、小さじ4杯なんで、大さじ1と小さじ1ですね。大さじ1と小さじ1なんで、こんな感じ。お精油です。小さじ1杯、小さじ1のお酒で香りを入れていきます。はい、入れたらこれね、揉む。この調味料がね、全部このキノコに吸われるんですね。そうするとね、非常にね、この蒸し上げた時にキノコに味が入るんですね。揉み込めば揉み込むほどこう、見てください。さっきの調味料ほとんど吸われてますね、これね。キノコに吸わせる、これ重要です。もしもっと香りが欲しいなっていう方はね、鰹節とかで入れていただいてもいいですけども、これだけキノコを使ってるとキノコの香りを楽しんだ方がいいかなと思うので、鰹節とかはまあ今回はいいかな。アルミホイルに乗せていきます。で、ここに、入れるのはね、バターで 15g、 これね、 10g ぐらいでもいいんですけども、僕はね、バター効かせた方が美味しいと思いますので、火かけてないんですけども、きのこを揉んだことによってですね、きのことおだしの香りがすごい香ってくるんですよ。この香りで銀を飲みます。あー、最高ですね。こいつは包んでいきます。ちょっとこんな感じ、こんな感じですね。
包み込む感じで、ここら辺はちょっとあの穴開きやすいんで餃子を包む感じ、この感じです。これで、準備は整いましたので蒸していきます。ただですね、手頃なフライパン、あのちっちゃめのフライパンです。あのその方が熱こもるんで、でここにねちょっとね水入れます。あのこれなんで水入れるかっていうとですね、あの水をね入れてねした方があのこの蒸気がねフライパンの中に充満されて、むしろ水を入れて蒸した方がよくあの火が全体通るんです。はい、でそんな入れなくていいです。あの水たまりぐらいで、これ火にかけます。まず中火で3分ぐらい蒸しましょう。この状態で蓋しちゃっていい。中火で3分、経ったら弱火で5分ぐらい、計、8分ぐらいですね。で、中までほきっと火が通りますね。ではですね、3分経ちましたんで、弱火にしていきます。今度中見てもらってもね、もうこんな感じ、もうほんと蒸されてる感じです。で、まあ、また蓋して、これで5分蒸していきます。普通ってこうやって切ってからやつ切りにするんですよ。こうやって縦に切ってからやつ切りするんですよ。大西さんのやり方はね、確かねこうやって切って、こうやって切って、こうやって切ってあげるんですよ。こうするとほら、普通に切るとこうなんですよ。ここから大西さんのカットこれなん、全然違くないですか。これ何が違うかっていうと、皮の部分がね切断されてるんですよね。で、こっちは皮に沿って切ってある。絞ってみると皮がね、邪魔しないんで、こっちの方がね絞りやすいんですよ。これはね本当に絞りやすかった。ここから大西さんの手柄ですけど、いい感じに綺麗にカットしたこのレモンあのやってます。弱火で5分、蒸し焼きました。で、よいしょ、ね、ちょっと汁垂れちゃいましたね。でもまあ問題ないです。レモンはねもう添えちゃっていいんで、ここでちょっと、この香りだよ。香り、あー完璧。最後にまあ小ネギをパラリと散らして、お好みなんですけども、僕はもうちょっと七味をパラリとかけてあげて、はい、至高の保湯完成でございます。はい、それではできましたので食べていただきます。いただきます。絶対合うぞこれね。じゃあちょっとね、もうね香りがやばいんですよ。このままいただきたいと思います。いただきます。やば、ほほほほ、うまっ。香りがホイルでやるから飛んでないんですよね。全部この中で香りがまとまってて、バターも入ってるので、タンパクでキノコにコクをもたらしてくれるんですね。これは酒が飲める。そしてここで心大西さんから教わってるね。あ、3150です。レモンの爽やかな酸味と香りがプワーることによって、めちゃくちゃ日本酒だ。キュー達也、どうぞ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 、普通に酔っ払ってください。はい、乾杯。いただきます。最高に約束されてますね。しみしみでもね、蒸し時間は10分もしてない。うまっ。で、これいいところが、ホイル焼きって基本的にお魚とかお肉類を一緒に蒸したりするんだけど、今回キノコだけなんだよね。うまっ。ちょっとレモンかけてもいいですか。レモンかけてください。ちょっと渋って、酸味がめっちゃいい感じ、この酸味があるとハイボールとかもかなり美味しくいけるようになる。柚子胡椒、すごい、ちょこっと、うわ、あ、これうまっ。柚子胡椒合うね。うん、絶対合うと思ったけど、絶対合ったね。絶対合った、うん、まだ暑いけど秋感じますね、これ。秋に出す予定だけど、撮影してんの8月真っ只中だからね。トースターも使わないでいいから、フライパンさえあればできるから、すんげーおすすめ。ごちそうさまでした。ありがとうございます。
はい、ということでですね、至高のきのこホイル焼きどうでしたでしょうか。ほんとうまかった。これ仕焼くことによってこの内部がもうオーブンみたいになってギュッと味が詰まる。最初に生のきのこを調味料とねあえて吸わせておくっていうのが非常に重要なんで、これはつまみに持ってこいなんで、皆さんぜひ試してみてください。読書の秋、食欲の秋、あとなんだっけ、あとなんかあった、読書、運動はしないじゃん、秋に。芸術スポーツしないもん俺だから、スポーツはないです。